この脇側から押さえていきます、はい、ここってね、リンパ液っていうのがこう流れていきます、はい、でリンパ液っていうのは何ですかって言ったら下水道みたいなもの、はい、でここ押さえて痛かった場合は、はい、下水道が詰まって流れない感じですね、はい、大丈夫かな、大丈夫そうですね、詰まってないですか、詰まってなさそうです、よかったですね、よかったですここもよく聞くのは肩甲骨の上の筋肉のとこなので、はい、ここはしっかりね、緩めてあげると、はい、首をしっかり動きやすくなる場所ですね、はい、うん、そこですよね、そこら辺、ここですよね、はい、でこれは何かというとやはり右手の使いすぎになるんですね、硬いですね、3年もののお肉みたいなイメージ的にね、カチカチじゃないですか、カチカチです、ではね、首の方ちょっとしっかり触っていきますよ、はいはい、首の強さこれぐらいでも大丈夫ですか、あ、大丈夫です、はい、首はそこまで硬くはないですね、あ、そうですか、いや、はい、首ではないんですかね、ということですね、ですよね、はい、背中の疲れもしくは、はい、肩のこり、肩ですか、あ、ここに確か硬さはあるんですけど、はい、そんなにきつくはない感じですね、あ、そうですか、はい、近くのマッサージとか行かれる場合は、はい、首が凝ってたとしても、はい、背中と肩をちょっと しっかりやってくれとか、で背中と肩、はい、はい、で足もちょっと軽く触ってみたいなね、そういうふうにちょっと注文つけられると、あの、おお、体楽だねみたいな、はい、でここはね、首と肩と肩甲骨のちょうど付け根になるので、はい、一番あの複合してくる部分になるので、はい、どうしても誰でも硬くなる部分なんですね、はい、ここはね、ピップエレキバンなり自分の合うやつを貼っていただいて、はい、スタンテープだったり、ロイヒコだったり、いろいろありますから、わかりました、はい、